おはようございます、誠司さん。おはよう。キスまでしておいて、なんだそのいつも通りの態度は。まさかこいつ、金曜のことを全部なかったことにするつもりか。そっちがその気なら。榊、午前中に部長会の資料をまとめて提出しろ。わかりました。こうなったら意地でもすみません、できませんと言わせてやる。榊、議事録の整理と加工高の集計、それから客先への納期回答をやっとけ。はい。意にも介さずこなしやがって、本当に可愛げがないほど卒のない新人だ。あれ、なんだか随分先輩にいじめられてるみたいだね、榊君。お帰りなさい、柿本部長。今日はお戻りにならないかと思ってましたが。ひどいな、2時間も電車に揺られて帰ってきた上司にその言い草かい。今日はね、新しい事業所の建設予定地に行ってきたんだよ。あそこはいいところだね。自然が残っていて、仕事をするには実にいい環境だ。榊君も楽しみだろう。そうですね。新しい事業所が建つ場所なんて榊は知らないはずだろう。相変わらず人に合わせるのがうまい男だ。ところで誠司君、新人をあんまりいびるもんじゃないよ。そんなに仕事を押し付けたら榊君がかわいそうじゃない。社会経験積ませてやってるだけです。だからっていきなりハードなことをやらせると参っちゃうよ。こいつがそんなやわな玉か。大丈夫です、もうできますから。製品納期の一覧表です。こんな感じでいいですか。へえ、これ榊君一人でやったの。大したもんだね、誠司君。もう何も教えることないじゃない。よかったね、手のかからない新人で。そうだろうな、私なんていなくても何の問題もなさそうだ。それじゃあとはよろしく。あまり新人をこき使うんじゃないよ。他に何かありますか。資料室から図面持ってきてくれ。それが終わったら帰っていいぞ。はい。この番号のやつだ。気をつけろよ。資料室出るぞ。誠司さん、図面って資料室のどの辺にあるんでしたっけ。え、教えてください誠司さん。しまった、脅かしすぎた。榊、あったか。ありません。こうして自分がそばにいて手までつないでやってるのにまだ安心できないのか。今度こそ本当に榊にちょっかいを出すのはやめよう。誠司さん、この間の金曜のことなんですけど、あんな風に取り乱してご迷惑をおかけしてすみませんでした。止めてもらったお礼も言いたかったんですが、どんな顔をすればいいのかわからなくて。本当はもっと早く謝りたかったんですが、どうやって切り出せばいいか迷ってしまって。すいません。いい、あれは私も悪かった。あの時はあんな口の塞ぎ方をしてしまいまして。言うな、今さら蒸し返すな。しまった。榊、榊、ほえ。すみません。大丈夫ですか、誠司さん。バカ、それはこっちのセリフだ。無茶なことするんじゃない。あれくらいお前にかばってもらわなくても。でも、ほら、無駄に大きい体ですから。他の人より頑丈にできている分、こういう時に活用しないと。また榊に八つ当たりだ。せっかく体を張って守ってもらったのに、
榊の前でヘマをやらかした自分に苛立って思い切り榊をなじってしまった。ありがとう。図面見つけたらコピー取って原資は保管、コピーは応援して客先に郵送しとけ。はい。